さあここからテンポアップできるか。一旦外の山原へ、エリアの中には3人、チアゴ・サンタだ。チアゴ・サンタは今シーズンリーグ初先発からの今シーズン初ゴール決めました。どうだ見たかと言わんばかりのこの表情、チアゴ・サンタラ。いいクロス入りましたね。いや、山原からですね、はい、まあ、右足に持ってこういいタイミングで背後を狙いましたね。一度あのチェックの動きで斜めに入ろうとしてから後ろ側に入ってるんで、それに佐々木ちょっと釣られたんですよね、はい、それを見た後ろ側に入れた素晴らしいボールでしたね。勝ち越しゴールはどちらに生まれるんでしょうか。さあ宮本から白崎、中山、最後は宮本、つないで最後チアゴ・サンタナ。追いつかれてすぐさま勝ち越しに成功。素晴らしいです。そうですね、ここ少しインサイドで入って逆サイドへ、まあ、このヘディングで入ったかなと思いましたけれども、よくカバーした後いいポジションに立ってましたね。吉田亮太郎のチャンスシーンでした。さあチャンスに結びつけられるか、清水カルリーニョスの折り返し、チアゴ・サンタナ。カルリーニョスからサンタナ、サンタナ仁王立ち、同点清水エスパルス1対1。見事なクロスの精度、そしてフィニッシュでした。もう再三あの後半に入ってから右サイドのカルリーノスがあの高精度のクロスをしっかりこう供給してましたけど、このフリーな位置で受けたところの受け方も良かったですし、あとは枚数チアゴ・サンタナ1枚しかいなかったですけど、まあこのスピードのあるボールですよね。あとは空間に入れたこと、まあそして冷静にサンタナが合わせた、まあやはりこう得点を取れる選手はまあ上手さ強さっていうのはありますよね、はい。昨シーズンのチーム得点王、今シーズン初先発の広島戦では2ゴール、今シーズン3点目、チアゴ・サンタ。白崎、もう一度立田がここまで上がってきます。そして神谷が動き出し、右サイド、中央にはチアゴ・サンタナ落として、西澤のクロス、このタイミング、チアゴ・サンタナだ。前半の40分過ぎ、追加点清水。今のシーンです。まあ、タッサの持ち上がりから、まあ、深いところで一回起点を作って、まあ、神谷がね、もう一度もらえるような動きをしたんですけど、それを使わずに西澤の速いクロス。まあ、距離はありましたけども、チアゴ・サンタナはこのぐらいの距離はものともしないですね。素晴らしいヘディングですね。ここは鈴木義則の対応でした。山原から前線のチアゴ・サンタナへ、このこぼれ球、さあ白崎浮かして、ここに神谷が走る、中にはチアゴ・サンタナ、さらには白崎も今入っていく、縦に神谷持っていく、こぼれ球、チアゴ・サンタナ、後半開始早々追いつきます清水エスパルス、チアゴ・サンタナのゴールです。まあ、シンプルに背後というところはかなり徹底した部分があったと思います、はい。まあ、モドレー・フマリノスの選手より、まあ、先に深い位置まで入った部分も良かったですし、あとは仕掛けたこぼれのところですね、良いところにサンタナがいたなと。最後角田ですかね、体を投げ出したと思うんですけども、当たったボールがそのままゴールの方に向かってたかなと思います。これがなので先ほど橋本さんもおっしゃってた、まあ、一辺倒のサイドだけではなくって両サイドに振っていくというところ、はい、深い位置で受けました宮原です。山原音はカルロチジュニー、おーっとチアゴ・サンタナ同点に追いつきました。チアゴ・サンタナクロスから最後しっかりと仕上げて今シーズン6ゴール目。
前線やはり仕事をしました。落ち着いてますね、はい、浮いててもやっぱりミートをしっかりしてたんで、はい、まあ、ここでやっぱり大きなサイドチェンジがまず入った、はい、まあ、そこで相手がこう中央がね開きましたよね、でそこに対してゴール前3人入っていってるんで、はい、まあ、そこでディフレクションで最後のシュートも落ち着いてキーパーが出てくるのをそんなにこうプレッシャーを感じてなかったですよね。思い切って振り抜いてますからね、はい、さあこの試合の最終盤終了間際の失点を防ぎに行きます。チアゴサンタナ抜けた、チアゴサンタナ、チアゴサンタナ、決定的なゴールが入りました。チアゴサンタナ3戦連発、今シーズンの7点目、チームのために献身的に働いてきたこのチアゴサンタナ、決定的な2点目を奪いました。いや見事です。まあこれうまくねここ稲垣よりも先に触って周り味方いたんですけどね、十分できましたね。サンタナです、うん、大きくサイドを変えました。山原クロスボール、サンタナ追いついた、清水エスパルス、山原からピンポイントでサンタナ、やはり決めます、エースチアゴサンタナです。いやすごいゴールですね見事でした。まあ、この山原のクロスから当てるところうまかったんですけども、この山原に出したボール、チアゴ・サンタナなんですよね、はい、ボール出して終わりじゃなくて、まあ、大きくサイドチェンジした後しっかりとゴールに入っていった、この入ってきたボールに対しても左足でねうまく、まあ、相手を壁作りながら合わせましたし、はい、素晴らしいゴールですね。いやえこぼれていますが、ここはレアンドロに当ててというところでした。フェリッピ、ここはマイボールにして山原から仕掛けていってのクロス、ファーサイド、チアゴサンタナ、また取りました、チアゴサンタナ、ここ8試合で6得点です。そしてサポーターの元へ、そして煽っています。残り5分というところで追加点アウェーチームに来ました。まあ、素晴らしいヘディングですし、山原の仕掛けからのクロス、非常に丁寧なボールでしたよね、遠いサイドへ。まあ、森重がついてましたけども、最初の動き出しで前を取られたので、森重としてはもうどうしようもなかったという感じじゃないですかね。このあたりをついていけるか、左コーナーキック、山原のボール、ニアサイドサンタナ、またしても決めた、チアゴサンタナ今シーズン10点目、得点ランキングトップタイに並びました。福田さんのおっしゃる通りになりました。素晴らしいゴールですね今のね。このボールの質が素晴らしいですよ。セットプレーっていうのはほとんどねボールの質が7割だって言われてますけど、はい、そのぐらい質の高いボールで、ヘディングもねチアゴサンタナも入った場所もいいですし、まあ、ヘディングの技術は見事だと思いますね、はい、これを拾ってカルリーニョスですが、乾は一度下げて山原、中央カットしますが、ここさあ抜けてきた、チアゴサンタナ試合でこれ6点目ということになりました。いや決定力が凄まじいですね、本当に一瞬のミスですからね、マイボールちょっと譲り合って流されて湘南からするとですよね。岡
こで大野が出るのか平岡に任せるのかっていうところでちょっと躊躇した、そのボールをうまくフリックして、まあ、チアゴサンタナのところに出て左足一閃ですね。ロナウド、乾、そして白崎、ピカチュウの動き出しがある。おっとちょっとエリアの中で倒れてペナルティーキック。西村主審です、ファールを取りました。決めていきましたチアゴ・サンタナ、これで1点差、3対2。残留争いまだまだこの両者もつれていきそうな形です。1点差わからないですね。サンタナしっかり決め切りました。これで12ゴール目です。1点差です。いや中原さん、これで全く分からなくなるかと思います。まずはその前にこの PK です。今非常に冷静でしたし、この踏み込みで少しこう体重移動を、あ、どっちにかけてるのかなってところを見たと思いますし、この踏み込みで、はいはい、で相手の逆をつくようなこう冷静な PK でしたね。いやこれで1点差です。清水、ニアです。ヘディングすらした、こぼれ球、チアゴ・サンタナ、34分、静岡ダービー先手を取ったのは清水エスパルス。セットプレーから動きました。ゴールランクトップのチアゴ・サンタナ、今季これで13ゴールです。この最初の白崎ですよね、ちょうどバイタルエリアぐらいから出てきて、でフリックしたと、でその後にですけど、これオフサイドないですね、はい、その後にこのフリックしたら、このファーポスト気味に入った鈴木義則、片山、うまくここね2人でこう合わせて、最後はこの体の向きをゴールに向けたのが良かったですね、はい、それによってボールをしっかり自分の置きどころ、左足のところに置きましたね、はい、素晴らしいゴールです。ダイレクトで白崎が中山を浮かす、コロリもペナルティエリア中央、そこを狙います、流れた、跳ね返した田中俊太、チアゴ・サンタナボール、スーパーボールが決まりました。同点、清水エスパルス、後半の立ち上がり、いい時間帯に同点、 J1 逆転での残留、諦めない清水エスパルス、チアゴ・サンタナは得点を2本仕掛けて、シーズン14得点目。すごいゴールでしたね、これは、まあ、本当に、ね、この展開も良かったんですよね、はい、まあ、サンタナ選手が収めて、まあ、スペースを使って、まあ、中でのクロス、もう非常に流れもスムーズでいいプレーの連続だったんですよね、はい、ただこのシュートでしたね、まあ、田中俊太選手もここのクリア実は難しいんですよね、それをまあうまくクリアしたと思ったんですけど、まあ、ゴールの、ね、中心あたり、ペナルティーラインの中心あたりにクリアしてしまったのを見逃しませんでしたね。